はい、では今日もですね、社長の仕事365日チャレンジを始めていきます。この動画では、毎日社長の仕事を配信していくという、動画になっています。でまだ第1日目をご覧になっていない方はそちらからご覧ください。で今日は44日目、ですね。今日は1日 1% 成長を目指す、分野を探すということですね。まあ、これ結構ね、有名なお話なんですけども、まあ、1日 1% 成長すると、まあ、後々すごいことになるよという話なんですけども、まあ、例えばね、とある指標があったとして、まあ、それを1日 1% ずつですね、上げるというふうにしていったらどうなるかと言いますと、これがですね、1ヶ月30日間経つと、まあ、1.3 倍になるんですね、その指標が。例えば最初の、初日の数字が100だったら、それが 1.3 倍になるんですね、1ヶ月経つと。まあ、これ全然まあ大したことないっていうか、毎日やってるのにそのぐらいかなっていう感じだと思うんですけども、これがですね、100日経つと、だいたい 2.7 倍ぐらいになります。なので100が最初のスタートだったとしたら、それが270になるとですね。でところがですね、そこからまあ加速度的に数値が上がってきまして、この1日 1% の成長っていうのを1年間毎日やり続けるとどうなるかというと、37倍になります。なので最初の値が100だったとしたら3700になるということなんですね。こうなってくるとものすごい成長しているということになるんですね。なので 1% 成長っていうのは、最初はこう全然なんていうか、あんまりこう成長の兆しが見えないっていうか、このままやっててもなんか大して変化ないなと思うかもしれませんけれども、それをずっとやっぱり続けていくとですね、まあ、1年後には37倍になっているということなんですね。まあ、例えば、まあ、ちょうど今このね、社長の仕事シリーズっていうのが、毎日やってるんですけど、これが365日やってるんですけど、これ例えばこれ毎日収録するときに、その前の日よりも 1% をうまく話そうと思ってやるとですね、まあ、1ヶ月後にはですね、1.3 倍うまくなりますし、100日後には 2.7 倍うまくなりますし、1年後には37倍うまくなるということなんですね。まあ、そんな感じで、この会社の中のですね、あらゆる業務っていうことに関して、この 1% の成長っていうのを目指すとですね、まあ、1年後に飛躍的にあらゆる業務っていうのが改善されて、パフォーマンスが上がってくるということなんですね。まあ、これどんな、ことにも、使えると思います。もし社内で何らかのこう指標をですね、設定しているんであれば、それをですね、毎日 1% の成長させることを目標とするというのをですね、社内で、みんなでやっていくということで、まあ、1年後にはすごい成長しているということなんですね。でよくですね、続けてれば成果が出ると、続けることが大事って言われると思うんですけども、単にね、続けてるだけだと何も成長ってやっぱしないんですよね。もうやるたびにやっぱり前回よりも上手くなろう、その前よりも上手くなろうっていうふうに、やっぱ成長を目指して続けることで初めて、ね、いろんなことって上手くなっていくと思うんですよね。まあ、僕も今筋トレをずっとやってるんですけども、ずっと筋トレやっててもですね、大して筋肉成長しない人ってやっぱりいるんですよね。ジムとかに通ってても、やっぱり単に続けるだけじゃなくて、まあ、昨日よりもちょっと重量を上げてみようとか、昨日よりも、ちょっと回数を増やしてみようとかですね、もしくは昨日よりも、ちょっと新しいですね、その栄養の取り方を試してみようとかですね、まあ、そういうふうにちょっとずつでもいいので、やっぱ成長を目指すっていうことで初めて続ける意味が出てくるということがあると思うんですね。なので何も考えずに続けててもやっぱ成果って出ないんですね。でうちの会社もいろんな勉強会とか講演とかですね、まあ、セミナーとかやってるんですけども、まあ、時にはやっぱり前と同じ話をする時があるんですね。ただ全く同じにはやっぱしないんですね。毎回同じ話をするにしても、やっぱり今の事業に合わせたりとか、新しく学んだことをやっぱり入れたりとか、毎回毎回ちょっと変えてるんですよね。やっぱそうしないと成長っていうのがやっぱり目指せないですし、お客様からもやっぱ飽きられちゃうということなんで、やっぱり常に繰り返すにしてもですね、成長を目指すということですね。なので今日の仕事はこの1日 1% の成長を目指す分野を探すということなんですけど、これはまあもちろんそもそも指標になってるやつはいいと思うんですね。例えばお客様のですね、満足度であるとか、なんか制約率であるとか、なんか社内の財務的な指標であるとか、まあ、そういうふうにすでにこう数字として出てくるやつだと、分かりやすいと思います。
まあ、そうじゃなくても、例えば冒頭でお話しした通り、昨日よりも 1% はうまく話せるようになろうとか、 1% はうまく説明できるようにしようとかですね、まあ、そういうふうに、まあ、自分の中でですね、そのテーマっていうのを決めてやっていくと、まあ、1年後にはですね、素晴らしい成長が見られるということかなと思います。というわけで、今日は1日 1% 成長を目指す分野を探すということをぜひですね、やってみるといいのかなと思います。それではまた明日お会いしたいと思います。